皆さんどうもおはこんばんにちは、豆腐です。ということで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで本日何をやっていくかと言いますと、今週のアップデートで追加された戦術別ガチャ、それぞれどんな人におすすめできるのっていうところをね紹介していきたいと思います。まあ、昨日ですね全新選手の紹介をさせていただいたので、まあ、とはいえねカウンターとサイドアタックも一定価値あるんですよっていうところをお伝えしたいっていうのが今回の主題です。まあ、旧選手にも触れながら見ていきますので、ぜひぜひね最後まで何引こうかなって悩んでる方は参考にしていただけたらと思いますので、お付き合いください。やっていきましょう。まずカウンターのガチャですが、総評としてですね、よっぽど何かこの中に明確に欲しい選手がいる人以外は引かない方がいいと思います。お前カウンターにもええとこあるって言ったやんけって思うかもしれませんが、ちょっと厳しめです。ないなって感じ。まあ、本当によっぽどイタリア染め組みたいとか、ナポリのポリターノが欲しいとか、トロイが欲しいとか、そういう方以外は正直あんまりおすすめできないですね。で、今までの戦術ガチャってなんかその環境のフォーメーションコンボじゃないガチャも一定優秀な選手来てたんですが、今回のカウンターは本当にジョーカーもそんなに多くなくてかおらず、スルーしてくださいと言わんばかりの内容ですので、別にイタリアの選手が好きな人は引いていただけたらと思いますが、個人的にはよっぽどじゃない限りはおすすめできません。で、お次イングランドですが、こっちは個人的にはねまあまあありかなと思います。で、どんな人におすすめできるかっていうと、今イングランドが弱くて、とにかく、ちゃんとイングランドというかサイドアタックが弱くて、とにかくちゃんとイングランド染め組みたいよとか、あとは、イングランド染め組むついでにサイドアタックのジョーカー欲しいよって選手、方ですね。マルコ・アセンシオだとか、あとは、ボーウェンなんかはすごく優秀なジョーカーです。まあ、両方ねライトウィング登録なので、そこだけちょっともったいないかなは思いますが、とはいえアセンシオなんかは限界突破も容易だと思うので比較的おすすめできる。ザイール・エムリなんかもパスカットの切り札なので、まあまあいないとき、選手が揃わないときとかは全然使えますし、守備能力も悪くないです。なんで、フェララン・メンディのねこのレフトサイドバックの前に運べるジョーカーとかも相まって、サイドアタックはカウンターより個人的には全然おすすめできます。まあ、大前提として新しくねサイドをどうにかしたいというよりは、本当に欠けてるピース埋めたいって方向けかな。ディフェンスキーマンがいないとかはハリー・マグワイアすごいハマると思いますし、まあ、最悪ねスタメンで出しても全く問題ないぐらいの特徴ではありますから、この基本特徴がねスタメンで出してもいいんじゃないかな。これはわざわざジョーカーで出さなくても、このディフェンスライン全員のパスカット大タックルチューアップがあるんだったら、私だったらねディフェンスキーマンいなかったら前半から出しちゃうかなっていうような性能なので、本当にイングランド染め強化したよって方はすごいおすすめ。ただ逆に言うとイングランド染めじゃないです今って方はそんなにおすすめできないかな。あとはあれかな、チェントラーレさえいればフォメコン組めるのにサイドアタックの、ここぐらいですかね。その他の点でいくと、正直今回の3選手、まあ若干ねハリー・マグワイアが優秀かなというところではありますが、あとあれかラムスデールもねゴールキーパーとして文句なしではありますけど、わざわざねもしイングランド戦組んでないんだったら取りに行くほどの性能ではないかなは正直思います。まあ、それ以前のラインナップを見ても、まあアセンシオとエムリとメンディっていうね3人のジョーカーが当たればいいかなくらいの温度感でいきましょう。そこまでやっぱりサイドもなんか破格の性能ではないですね。まあヘリクソン監督自体がすごく優秀なので、まあまあいいですが、ヘリクソン監督は別にセンターバックチェントラーレ必須でもないので、まあ、ゲアベル監督使うんだったらねマグワイアいるとウィリアン・サリバいなくてもフォメコン組めるのでおすすめですね。まあ、そこら辺かな。さあ、そして中央突破ですが、ここは結構個人的にはねおすすめできます。例えばコルビルなんかも旧選手が優勝なんですよね。中央突破コルビルなんかもレフトサイドバックとセンターバック両方できてタックルの切り札持っているだとか、あとはですねギュストもライトサイドバックで攻撃の主戦車、組み立てサイドバックエクストリームトラップ持ってるので、別にギュスト使わなくてもトラップの餌にできるよねみたいな感じです。でブロゾビッチもルミナストラップ持ってるので、まあ最悪別にセントラルミドフィルダー DMF いらなくてもルミナス使えるよねとか、でレアル染め使うんだったらそのまま
今回の新選手たちって使えますし、コナー・ギャラガーなんかはハマってきますよね。って考えるとまあまあなんかそんなに文句ないところかな。チュクエムカもパスの切り札なのでジョーカーほどね決定的ではないかもしれませんが、それでも後半から出すと強いですよと。明確に本当にいらないって選手があんまり中央トップはいないかなと思います。レマルだとかブロゾビッチみたいなこの選手いても使わねえよなって選手は結構優秀なトラップスキルをメインで持ってきてくれているので、これはどうしようもねえわってタイプはあんまりいなさげ、まあ、マドゥエケくらいかな。で新選手3人もヘスナバサも圧倒的に、ね、文句なし、まあ、チェーンドリブル持ってるし両ポジション、まあ、ライトミドフィルダーライトサイドバック両ポジションできますよというところもありますし、もうナバスなんかは仮に使わなかったとしてもセイクリッドドリブルを自分の選手にばらまけるって考えたらかなり優秀だと思います。特に、ウィングの選手とか OMF の選手とかでショートパスもともと持ってるよみたいな選手とめちゃめちゃ相性がいいチェーンドリブルなので、そういった意味ではねナバス自体もすごく優秀なんですがスキルの良さとしても悪くないですね。あとロペス、そして、トーレスはそれぞれジョーカーですという感じです。なんで中央突破本当にね私個人的にうわこいつかよっていうのがあんまりいないかな、まあ、切り札系の特徴をどう見るかっていうところ次第かなと思います。いやジョーカーじゃないからダメじゃんっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、全能力ダイアップは普通に強いと思います。分かりやすく例えばチクエメカとかでいくとあのオフェンスマスターとディフェンスマスター両方持ってるようなもんなので、それは OMF においても DMF においても使えるよねみたいな、うん、これ普通に悪くないですよね。まあちょっともともと守備能力あれなんですけど、テクニックもダイアップ、メンタルもダイアップ、フィジカルもダイアップですから、まあまあまあ全然切り札でもいいんじゃないかなというところです。うん、で途中補足しましたが最後改めて ご説明させていただくと、ブロゾビッチだとかちょっとねこのねいや使うかなみたいな選手はトラップスキル持ってるので全然トラップでねスキル継承に使っていただけるということで本当に外れない、素晴らしいアザラシみたいな、ガチャですね。いややばい、このアザラシみたいなの例え誰に伝わるのかと今思いましたけど、なんかあれです、きっと伝わる方がいらっしゃると信じてます。私はアザラシはなんか捨てるところがないって聞いたんです。はい、ということで最後ポゼションいきましょう。ポゼの方がね当たり外れでかいなっていう印象が私はあります。まずケパ・アリサ・バラが、まあ、悪くはないけど良さもないゴールキーパーで、旧選手が例えばラフマニとかも正直スパイシーパスカットみたいな、全然悪くはないけどねみたいなテンションです。中央突破の時みたいにおいおいええやんけみたいな、切り札系かえトラップかどっちか持ってんのみたいな、そういうのはないです。まあ、キビオルもねセンターバックレフトサイドバック両方できますしそんな悪くはないですが、とはいえタックル B しかなかったりとか、ポゼの方がねやっぱ新選手寄りだなと、新選手にだいぶ重きが置かれてるなという印象を受けます。まあ、ただ逆に言ってしまうと新選手の3人の質に関してはもうポゼが圧倒的に一番ですね。パウロ・ディバラも当然のように破格の強さですし、バルコですね、特に個人的にはこれ左サイドの奇襲かなり優秀だと思います。パスパスカットダイアップっていうのがもうシンプルに強いんですが、トラップパワーもチューアップしてくれるということで、まあね間違いなくタグリアフィコよりはバルコ使った方が圧倒的にチームとしては輝くでしょうと。で、フォイスも、まあ、センターバックライトサイドバックできてタックル S、パスカット SS、 タックル SS パスカット SS マーク S と、まあ、右で使ってもねドリブルはできませんがビルドアップは問題なくできて、最終ラインで使っても守備が硬いよっていう良さがある。で特徴4つですしね、プレスやらマルチディフェンスなので、本当にポゼに関しては誰が出てもいいなと。新選手に関してはディバラ、バルコ、フォイス、まあ特にアルゼンチン染めを組むのであれば本当に文句なしの3人なんじゃないかなと思います。ディマリオもねアルゼンチン染めを OMF に置くっていう選択肢も一個ありかもしれませんが、個人的にやっぱね置くならディバラじゃないみたいな感じですね。うん、ディバラ OMF めちゃめちゃいいと思います。右メッシ、左ディマリア、センターフォワードアルバレス、OMF ディバラですね。フリーキックも蹴れるしね、ってな総評でございます。最後にまとめますと、カウンターは基本的によっぽどじゃないとおすすめしませんと。でサイドアタックはイングランド染め組みたくて、かつちょっとジョーカーとか切り札も欲しいんだったらっていう方におすすめ。あとはサイドアタックね強いゴールキーパーいなくて本当困ってますって方なんかはラムズデールめちゃおすすめです。で中央突破は本当にハズレがいない万能ガチャです。
スペイン詰めを新しく組んだ方とかで、まあ、ちょっとあと一声欲しいなとか、まあ、ナバス欲しいなとかフェラン欲しいなって時にあんまり後悔なくね、外れなく引けるのが中央です。で最後ポゼですが、これもねアルゼンチン詰め固めに行きたい人向けですね。なんかコスパだけとかを狙いに行くなら同じ GB だったら中央の方が外れ少ないですし、あのスキル継承に使えるので、よっぽどじゃないとあーやっべしくったわって、星5が出ないとかね、そういう根本的な問題じゃないと中央いいんですが、アルゼンチン詰めをどうしてもさらに強化したいって方はポゼがもう、ま、文句なしですね。あとはシンプル単体強い星が欲しい、シンプルに選手の性能が高いやつらが欲しいってなっても、ポゼの新選手3人がおすすめになってきます。ってことでですね、本日は新しく追加した戦術ガチャのそれぞれのおすすめの方を紹介させていただきました。ここまでご視聴誠にありがとうございます。皆様の良きゲームライフに乗ってます。豆腐でした。バイバイ。